ボスボーン。お花置いてないから。でもね、もらったんですよ、公園で。ここもらったの、これ。ありがとうございます、長屋星。今日はママが来てくれたからママがいる。あと鏡、あのココって書いてあるの、めっちゃ可愛かった。使います。おぱんちゅうさぎもたくさん、ありがたい。歌ね、歌やばかったですかね。またでもなんかね、今日なんか顔変なの、本当に。いつも変だよね顔、メイクするとなんか変だよね顔。でママあっちにいるので、ここにはいない。いるけど、でさ、鍵穴さ、あれなんかさ、最後どのタイミングで言えばいいか戸惑った。一旦戸惑った。確かに鍵穴でいいね。なんかさ、漢字影じゃん。ママのスマホの声が聞こえてるんですけど。ありがとうございます、牛乳。見送り、え、でもさ、でもなんかさ、なんか最後見送りのなんか、詳しくはスタッフさんの指示に従ってお待ちくださいみたいなやつ。やつ、自分の配信の声が聞こえてる。なんかやつをなんか言うの知らなくてっていうか、しっかり確認ねってか感じなんですけど、鍵穴の人が言うんだって思って、で、そうすぐ覚えて始まる前に。って感じなんですよね。公園来てくれたの嬉しかった。あのさ、名前のさ、ココってやつめっちゃあれ嬉しかった。でもね、あのね、すぐ見つけたよ、いると思ってすぐ見つけた。え、そう。でもなんかさ、なんだっけ、自己紹介の時よかったくない？パンよかったでしょ。パンパン、あ、このお花はもらったお花ですね。28時間ってさ、24時間より4時間長いんだよ。一日を28時間にした方がいいと思われるね。かゆい。ありがとうございます、お茶。なんかね、鏡で見るとね、なんか普通なのにね、あのこうやってね、ショールームで見るとね、なんかね、ここら辺が赤かったりするのさ。でも鏡で見るとちょうどいいの、なんかよくわかんないの。そう、なんかさ、いつもなんかドスコイボンジュールの話題ってね、まあいいんじゃないか。ドスコイボンジュールをどんどん広めていこうみたいな
じですよ。これ本当にね欲しかったの。嬉しい。なんかピアノ教器のどうだったんだろう。なんか今日はなんか久しぶりっていうか、まあ、先週は毎日いろいろあって、でその後は制服の目の練習で、あの毎日レッスン場行ってて、で今日久しぶりに何もない日だったんですよ。だからママと一緒にお出かけしに行ったんですよ。ねえねえ、ポンジュース本当面白かった。ありがとうございます。あとショールーム勝手に加工されちゃう。そうなの、やだそんな。今日は久しぶりになんか、ま、しっかり練習はした方がいいと思うけど、しっかりね、ね、でも息抜きって感じで、ママが来てくれてる間はちょっとだけ休みたいなって。ママと一緒に寝るの。でも布団はあるなんか休まないとなんか大変なことになりそう息抜きも大事ですからね。ありがとうございますパン。でもなんかどんどんなんか一人暮らし始まった感ある。なんかまだ食べてないんですよ。でもあとはなんか机とか買ったから、あとはそうあとはあれですね、棚の中とかどうやって収納するかみたいなね。ここですよね。でもなんかさいつもさ家にいないからさ、あんま一人暮らしって感じしないんだよね。お掃除、でも洗濯とかはママがやった。とりあえず引き出しは今回壊せない引き出しなの。前回は別に壊せるやつじゃないんですけど、でもなんか皆さんがすごいたくさんなんかあんまり出れてないから、なんか結構たくさんあってプレゼントが、もうすごい嬉しくて、すごいなんか全部抱きかかえて帰ったんですけどそうなんですよ。だからね、部屋に今いっぱいあります。19日の制服の目公演を見直した。プレゼンテのワンピースを、ありがとうございます。いや、なんか南沢って書いてあって、なんか段ボールに入ってて、ダンボールごとは持ち帰れないので自分のバッグとかに詰めて、そういらないものは長い持ってく、いらないものなんてあるわけないじゃんか。もう全部大事で、で本当になんかおパンチウサギとかすごいたくさんくださったんですよね。嬉しいとかいっぱい。でもなんかさ、いくらあってもいいんだよね、本当にこういうのって。たくさんくれてありがとう、本当に嬉しい。
今日は15分やる。そうなんか桜花さんのグッズ、あの CD に入ってるやつとか、 CD のやつ、あの CD 買ったらさ、なんか特典でさもらえるやつあるじゃん、なんか中に入ってるやつ、あれとか買いましたね。髪の目はこれからいろいろ探しておくよ。ありがとうございます。みんなから募集しておばちゃんグッズ、あ、そうだね、確かに桜花さんファンから募集しちゃってるから、結構っていうか、でもなんか普通にCD 買ってくれて、それで桜花さんついてきてっていうか、で出てくれたとか、オオカミとプライドだったんです。ずっとオオカミとプライドか。でもオオカミとプライドって本当になんかやらせ、オオカミとプライドをやらせていただけるのがすごくありがたいって思う。ドスコイボンジュールってかさ、娘さんに会えるの楽しみだった。いいね、ドスコイボンジュール、ドスコイボンジュール、なんか本当面白かったんだけど。なんかでもなんかオオカミとプライドに自分の名前があった時すごい嬉しかった。なんか一番最初見たんですよ、オオカミとプライドで、あると思ってやったって。ずっとショーパンだよ、ここもスカート履きたいのに。そう、2人だから本当に目立ってありがたいよ本当に。こんばんは。そのヨギボーもくださったんですよ、ここにあるんですけど、すごいなんかふわふわでいいね、歌いだ、本当に。もうここもスカート履きたい。もう短パンでもなんかこうダイエットしないと本当に短パン入らなくなるかも。って感じなんですけど、もうさ、短パンが入らなかったらもうスカート履くしかないやんっていう手もあるけど、でも痩せたいじゃん、だから痩せるけど、でもこれ以上もうほんと太ったら短パン履けなくなるからスカートになるじゃん。でもさ、でもだからといって太りたくないっていう思いがある。そう、ヨギをありがとうございます。カレー履きたい、いやなかなかね、ありがとうございます。あとそういう作戦、でもやだ、太りたくないからやだけど、でもなんか汗かくから余計に履きにくいんですよ、短パンが。今は帰ってきて普通の服です、普通の服ね。一緒に痩せようね、一緒に痩せようね。昨日の声すごく良かったよ、本当に良かった。なんかさ、わかんない、なんか2回目、1回目の公演本当になんか緊張もあるし練習不足もあったと思うけど、あんまりなんかこういい評価っていうのはなかったくて、まあしっかり2回目のために練習するでしょ。で2回目出てみんなになんかすごい想像以上に上手になっててって言ってくれて、なんの、ママが洗い物してます。で本当になんかだから3回目ももっともっと上手になってなきゃいけないって期待してるよってたくさん言ってもらって、もなんかすごいプレッシャーもあって、でもなんか自分だとわからない、なんか、成長したかな、したかな。でも確かに練習はなんか名古屋に引っ越してきたからっていうのもあって、もうなんか結構練習も本当に名古屋いるときは毎日レッスン場行ってるから結構ね、だから確かに練習は頑張ったけど、なんかでもなんか昨日はいつもよりは緊張せずできたけどって感じで、なんか
もっと体力つけないとって感じもあるかも。ありがとうございますミルク。もう MC ね、なんかね、なんかお題が難しすぎてどうしようってなった。なんかここそういうなんか仕切るのとか得意じゃないから汗やばいんだよね。でもなんかそういうのってやっぱたくさんやって慣れていかないといけないものだから汗やばかったよね。まあでもそれぐらい本気で踊ったってことですよ。ねえやだ、鍵穴大丈夫だったくない？わかんない。でもなんか確かにすごい緊張だった。汗ほんと汗やばいんですよ。なんか一人だけやばくないか、めっちゃなんかさ、めっちゃ汗ダクダクって感じで、ほんとに12期の 汗担当なんですけど。ほんとやばいよね、前が一瞬で一人だけやばいもん。やばかったよね、めっちゃ目痛かった。めっちゃ目痛くてめっちゃ目しみためっちゃしみた。しみしみしみたって感じ。でもさ、ほんとに体質かな、なんかめっちゃ汗かく。もう汗かきかきですよ。でもなんか一人暮らしして料理本とか送ってくれるんですよ。だからそれ見て作りたいかも。急に話変わるけど汗やばい。でも本当になんか着替えるじゃないですか、の普通に衣装の上にめっちゃ汗落ちてるんですよ。本当になんかブーツとか履くじゃん選手、めっちゃ汗バーバーだれてるから、いや目分量やめないんだけど、でもママとさすがに買おうって感じで。てかちくわがまずかった原因が分かったんですよ。まずかったっていうか美味しくなかった原因が、なんかそれはなんだっけあのさ、みりんとなんかさ料理酒みたいなやつあるじゃんあれを間違えててらしくて、ここみりんだと思って入れたらみりん買ってなくて、だからおかしかったらしいですね。だしでした。本当にでもなんか前髪ね崩れないのいいよね。本当にここ本当にさ、なんかさ一瞬でやばくなかった、登場した瞬間から。なんか出汁分からんけど、なんか間違えてたらしい、物を入れるものが違かったらしい、だからおかしかったんだって。でも少しだけね。ってことで読みますね、仏像。仏像読みますね。13位猫ちゃん、12位パンダ、11位グマちゃん、10位お化けからお化けが出てきた、9位パンダちゃん、8位男の子、7位お化け、6位北川篠さんのアバター、5位三色団子を持ってる猫ちゃん、4位恐竜、3位泥棒、2位桃、1位ポンダちゃん。泥棒やばい、なんかさああいうやつ泥棒のイメージ強い。泥棒。次はこっちゃんの汗が飛んでくる、飛んでくるかな、わかんない、風なら飛んでくるんじゃない。そうあの柄、そうそうそうなの、もうちょっとやろう。なんかママがお風呂入ったらしい、やめるとか言って、ちょっと待って。確かに近かったね、最前列は飛んでくる。
なんかさ、あれじゃない、歌ってるからさ、なんか 生歌やん。だからさ、なんかちょっと汚いけど、なんか唾が飛んでくるんじゃない、わかんないけど。飛んでくるかな。息とかな、飛んでくるね、息は飛んでくるんじゃない、わかんない。歌唱力出ませんよ、出ませんよ。なんか発表されたよね、出ると思ったの、みんな出ないよ。お見送り毎回かけらに爆笑されるんだけど、どうしたらいいですか。多分個々のファンを奪おうとしてるんだと思う。だから絶対行かないで、本当に嫌だ、本当にやめて。本当に絶対そうだから。違う、なんかあのさ、お試しトーク会の時にさ一緒だったじゃん。だからそれでココが言ってるから話 したのね、その時。だからもう知ってるから、だから奪おうとしてるの。大丈夫か、ママ滑った、やばい、なんか。だからあの本当にダメ。ねえ、本当に嫌だ、みんなひどい、嫌だ、ダメだよ、長野帰ってきてないよ、ひど、こっちゃん好き面から外すの、泣くよ、あずあずはいい、ダメ。12期は何までって、1人って約束したじゃん、約束したじゃん。だって他の木も一人だから一人って約束したでしょ。関係ないよね、それはダメだよ。じゃあ、あの嫌だけどミヤビームとサツキチは中学校2年生なので、嫌だよ、嫌だ、行かないでね、行かないけど。確かにココと関係の全然タイプ違くない、かきれなギャル。綺麗なギャル、よく覚えてるな、そりゃもちろん。ゆめちゃん系だよね、ダメだよ、ダメだよ。どうすもん、今のところってか、これからも一人で、ダメだよ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 。許さないけど、許さんけど、俺まだ小さいから。ダメだよ、ジェニキャのスプーンリーです。それはもうこの間約束したからダメだよ。だからみんな約束したはずなんだけど、約束したよ。てかあのパンチウサギのココが自由で買えなかったパジャマとかヘアバンドとか T シャツとか、送ってくれてありがとうございます。本当に中駅で2番目に好きです。嘘だ、一人だよ、一人だよ。だってお見送りの時ここのとこいたもん、一人だよ。塾通いダメだよ、子供組とギャル組と、アホはか、ギャル組はあれでしょ、あのかけれなたちでしょ。でもね、あとメゾンドフルール、ここめっちゃ好きなんですけど、バッグもなんか、しかもさ、なんかチャックついてるからいいね、ありがとうございます、本当に嬉しい。でも花と仲良さ、楽しそうだったね、花なんと仲いいもん。だって公演前とかもそう一緒にいてくれるし、消えないの、ギャル組でしょ、ギャルっぽい。でもなんか一緒によくいるのはあれじゃない、かきれな、ココミン、ユアニャ、ココハンはよくわかんない、ココハンのギャル組ギャルっぽくはないけどさ、そこと一緒にいるよね。お姉ちゃんがプレゼント、でも貸してと言われる、
みゆちゃんは子子と一緒にいる声やば、なんか出なくなった。今度ドスコイチャー作っていきます。やったね。そう、ココハンはゲヌには見えない。でもココハンは練習一緒にしてくれるし付き合ってくれるしね。でもユアジはもうギャルでしょギャルですよ。でもココが一緒にいるのはハンナとミユちゃんとサヤネとサツキチとミアビームですね。昨日の席はユアニャンがずっと目の前でした。だからって言って行ったら本当にぶっ届くっていう。いや帰ってくるよ、貸したら帰ってくるよ。こっちゃんはギャグです。ギャルじゃなくてギャグですとか何かうちわに書いてほしいもん。もしいやポンジュースも良かったけど、急激の平和組確かに平和楽しい。うちわに書いてほしい。ドスコイとかは結構なんだろうね、ドスコイボンジュールとか。え、も長い、なんだろう、こっちゃんとか定番で、え、なんだろうね。でも何でもいいかも。え、なんかもううちは作ってくれるのとか本当嬉しいから、何でも嬉しい。ありがとうございます。みゆちゃんは高一だよ。ぶっ叩かないでください。ドスコイね、確かにドスコイとかいるよ。何でも嬉しい。じゃあそろそろやめますね。さっきの仏像を読んだのでこんなところで、また明日メールも送るので、ドスコイ持ってる長いかな。おやすみ。みんなプレゼントもたくさんありがとうございました。ありがとう。おやすみ。バイバーイ。メール送ります。